吉川英治、三国志軍政の巻、牛と稲子。一、穴を出ない虎は枯れない。曹操はあらゆる策を巡らして呂府へ挑んだが、もうその策には乗らない。と、彼は容易に牧羊から出なかった。 そのくせ、前線と前線との偵察兵や小部隊は、日々よよ小競り合いを繰り返していたが、戦いらしい戦いにもならず、と言って、この地方が平穏にもならなかった。いや、世の乱脈な競争は、一人この地方ばかりではない。土のあるところ、人間の住むところ。 血生臭い風に吹きまくられている。こういう地上にまた、戦争以上、百姓を悲しませる出来事が起こった。ある日、一辺の雲さえなく晴れていた空の遠い西の方に、黒い綿を浮かべたようなものが漂ってきた。やがて、早手雲のように、見る見るうちに、 それが前天に広がってきたかと思うと。稲子だ稲子だ百姓は騒ぎ始めた。稲子の襲来と伝わると、百姓は呆然泣き悲しんで、スキクワも投げて、土鉢の巣みたいな土小屋へ逃げ込み。ああ、仕方ない。絶望と諦めの埋めきを、 おののきながら漏らしているだけだった。稲子の大群は、猛古風の黄色い砂粒よりたくさん飛んできた。天を覆う一面の雲かと孫を幼虫の影に、白日もたちまち暗くなった。地上を見れば、地上も稲子の洪水であった。たちまち稲の方を食い尽くしてしまい、 喰らう一粒の稲もなくなると、幼虫の強風は、次々と他の地方を移動してゆく。後から来る稲子は、食う稲がない。ついには、画病と画病が噛み合って、何万、何億か知れない虫の亡きが、一物の青い穂もない地上を、生産に敷き詰めている。が、 そのあさましい光景は虫の社会だけではない。やがて人間も噛み合い出した。食うものがない生きてゆかれない悲うなる民は食うものを追って東西に移り去った。洋食とそれを作る百姓を失った軍隊は、もう軍隊としての働きもできなくなってしまった。 軍隊も食に本命しなければならない。しかも、三島の国々ではその年、稲子の最悪のため、物価は冒頭に冒頭をたどって、米一国の値は税に百貫を出してもなかなか手に入らなかった。やんぬるかな。曹操はこれには策もなく、 手の下しようもなかった。戦争は愚か、兵が養えないのである。やむなく彼は陣地を引き払って、しばらくは他州に潜み、移植の節約を礼してこの大基金をしのぎ、他実を待つしか方法はあるまいと観念した。同じように、僕用の両夫たりといえども、 この災害をこむらずにいるわけはない。曹操の軍も、とうとう囲みを解いて引き上げました。そう報告を聞いても、うん、そうか。とのみで、彼の守備は開かれなかった。彼もまた、細く長く食え、と、兵糧型に言明した。 自然、双方の戦争は、止んでしまった。稲子が、人間の戦争を休止させてしまったのである。とはいえ、また、春は来る。夏は巡って来る。大地は少女と、青い穀物や稲の方を育てるであろう。稲子は年々襲っては来ないが、 人間同士の戦争は、ついに、土が物を実らせる力のある限り、英語に耐えそうもない。二、ここに、徐州の大使刀剣がまた、誰に我がこの国を譲って死ぬべきや、を、日ごと病床で考えていた。やはり、 劉備玄徳を置いては他にない。彼はもう年七十になんなんとしていた。ことに今度は渋滞である。自ら命数を感じている。けれど、国の将来に安心の見通しがつかないのが、何としても心の悩みであった。お前らはどう思う 鎮魂に立っている重心の美軸、鎮魂の二人へ鈍い瞳を上げていった。今年は稲子の災害のため曹操は軍を引いたが、来春にでもなればまた剣路徴来してくるだろう。その時、再びまた、 両夫が彼の背後を襲うような転入があってくれれば助かるが、そういつも奇跡はあるまい。わしの命数もこの様子ではいつとも知れないから、今のうちにぜひ、確たる後継者を決めておきたいが、ごもっともです。美塾は、 老太使の意中を察しているので、自分から進めた。もう一度、幽玄徳殿のお招きになって、年頃にお心を訴えてご覧になってはいかがですか。刀剣は、重心の同意を得、少し力づいたもののごとく、早速、使いを発してくれ、と言った。 使いを受けた玄徳は、取る者も,も取りあえず、勝敗から駆けつけて、大使の病を見舞った。刀剣は、枯れ木のような手を伸ばして、玄徳の手を握り。あなたが、うんと承諾してくれないうちは、わしは安心して死ぬことができない。どうか、世のために、また、 艦長の上知を守るために、この助手の地を受けて大使となってもらいたいが。いけません。せっかくですが。玄徳は依然として断り続けた。そして、あなたには二人のご子息があるのに、と理由を言いかけたが、それを言うとまた、 重体の病人が出来の悪い不傷の実施のことについて興奮して語り出すといけないので、劉備はただ、私はその器ではありません。と、ばかりカくなに首を振り通してしまった。そのうちに、刀剣はついに息を引き取ってしまった。 女衆は猛発した。城下の民も、上司も皆喪服をつけ、哀悼のうちにこもった。そして、葬儀が終わると、劉備は勝敗へ帰ったが、すぐ美塾、神道などが代表して彼を訪れ、大衆が生前の御医であるから、曲げても領主として立っていただきたい。と、 再三三死、混成した。すると、また次の日、勝敗の役所の門外に、わいわいと一気のような領民が集まってきた。何事かと、勘吾長飛を従えて玄徳が出てみると、何百とも知れない民衆は、彼の姿をそこに見出すと。おお、劉備様だ と、一斉に大地へ座り込んで、声を合わせて訴えた。私ども百姓は、年々戦争に災いされ、今年は稲子の災害に見舞われて、もうこの上の望みと言ったら、良いご両親がお立ちになって、ご人生をかけていただくことしかございません。もし、 あなた様でなく他のお方が大使になるようなものでもあったら、私どもは闇夜から闇夜をまよわなければなりません。首をくくって死ぬ者がたくさんできるかもしれません。中には号泣する者も,もあった。その哀れな飢餓の民衆を見るに及んで、劉備も ついに意を決した。すなわち、大衆敗因を受領して、勝敗から上衆へ移ったのである。三、劉玄徳は、ここに初めて一衆の大衆という位置を勝ち得た。彼の場合は、その一衆も、 無名の暴軍や悪辣な作望を用いて、強いて天にこうして横脱したのではなく、極めて自然に、巡り来る運命のもとに、これを授けられたものと言ってよい。宅剣の一乾尊から身を起こして、今日に至るまでも、よく節議を辞して、風雲に望んでも功を急がず、 悪名を流さず、いつも勘吾や長妃に、我々の兄貴は少し自制向きではないと、はがゆられていたことが、今となってみると、遠い道を迂回していたようでありながら、実は、帰って近い本堂であったのである。さて、彼は、 女衆の僕となると、第一に千君刀剣の霊威を祀って、黄河の腹でその盛大な葬式を営んだ。それから刀剣の特攻や偉業を表に表して、これを朝廷に奏した。また、美塾だの孫権、沈刀などという求心を投用して、 大いに前世を敷いた。こうして、稲子基金と戦争に草の芽も枯れ果てた領土へ臨んで、民力の回復を図ったので、百姓たちの瞳にも、症状と希望がよみがえってきた。ところが、百姓たちの謳歌して伝えるその名声を耳にして、何 劉玄徳が女州を漁したと。あの玄徳が女州の大使に座ったのか。いかにも意外らしく、また軽蔑しきった口ぶりでこう漏らしたのは曹操であった。彼は、その新しい事実を知ると意外としたばかりでなく、非常に怒っている。 死んだ刀剣は、我が暴夫の仇となることは玄徳も承知のはずだ。その仇はまだ返されていないではないか。しかるに、玄徳が反戦のこうもなき切符の分際をもって、上州の大衆に居座るなどとは、言語道断な沙汰だ。曹操は、いずれ自分のものと、 将来の感情に入れていた領地に、思わぬ人間が前世を敷いて立ったので、遺産を生じたばかりでなく、感情の上でも、は,なはだ面白くなかったのであろう。与と上州の生きを承知しながら、上州の僕を任ずるからには、それに合わせて、この曹操にも宿宴を買うことは、 彼は覚悟の上で出たのだろう。この上をまず劉玄徳を殺し、刀剣の屍を暴いて、暴風の恨みを注がねばならん曹操は、直ちに軍備を命じた。すると、それをいさめたのは、純育であった。召し抱えられた時、曹操から、 ソチは我が超死亡なり、と言われた人物であった。純育が言うには、今いるこの地方は天下の要少で、あなたにとっては大事な根拠地です。その演習の城は、両府に奪われているではありませんか。しかも、演習を囲めば、徐州へ向ける兵は不足です。 女州へ総がかりになれば、遠州の敵の地盤は固まるばかりです。女州も落ちず、遠州も奪還できなかったら、あなたは、どこへ行かれますかしかし、食料もない飢饉の土地にしがみついているのも、良策ではあるまいが。さればです。今日の策としては、東の地方、女南、 河南省、浄南から栄州の一帯で、平和を養っておくことです。あの地方にはなお、黄金の残党どもが多くいますが、その相族を打って、族の領食を奪い、味方の兵を肥やしてゆけば、朝廷に聞こえもよく、百姓も歓迎しましょう。これが、一石二鳥というものです。よかろう。 女南へ進もう曹操は気のさっぱりした男である。人の前言を聞けばすぐ用いることなど彼の特徴と言えよう。彼の兵和はもう東へ、東へと移動を開始していた。死。その年の十二月、曹操の遠征軍は まず、真の国を攻め、助南、河南省、永泉地方、河南省、巨省を席見していった。曹操来たる、曹操来たる。彼の名は、冬風のごとく、三夜になった。ここに、黄巾の残党で、鍵と交渉という二頭目は、 溶山を中心に多年百姓の高血を絞っていたが、何曹操が寄せてきたと。曹操には演州という地盤がある。偽物だろう。叩き潰してしまえ。溶山のふもとに繰り出して待ち構えていた。曹操は戦う前に、悪来、物見して来い。と言いつけた。 権威の悪来は、心得て候、とばかりかけて言ったが、すぐ戻ってきて、こう含めした。ざっと十万ばかりおりましょう。しかし、古軍苦闘の類いで、機密も大護もなっていません。正面から供給を並べ、少し赤風を浴びせてください。それがしが、 火をはがって右翼から駆け散らします。戦の結果は悪来の言葉通りになった。俗軍は無数の死骸を捨てて八方へ逃げ散るやら、また一段となって降伏して出る者など、死に滅裂になった。いくら鳥なき里のコウモリでも、十万もいる中には、一匹ぐらい。 手応えのあるコウモリがいそうなものだな。曹操をめぐる猛将たちは、溶山の上に立って笑った。すると、次の日、一体の兵卒を率いて、陣頭へやってきた大男がある。この男、馬にも乗らず、七尺以上もある身の丈を持ち、鉄棒を買い込んで、曹の目を釣り上げ、 国の髭を山風に顔から逆島に吹かせながら。やあやあ、俺を誰と思うこの地方に隠れもない、接点野者、カマンというのは俺のことだ曹操はどこにいるか真の曹操ならこれへ出て、我の一戦を交えろと、怒鳴った。曹操はおかしくなって。誰か、言ってやれ。 と、笑いながら下地した。よし、拙者がと、旗本の利点が行こうとすると、いや、この方に譲れと、装甲が進み出て、わざと馬を降り、刀を引っ張って、我慢に近づき、真の総将軍は、貴様ごとき野鳥の化け物と勝負はなさらない覚悟しろ切りつけると、 カマンは怒って体験を振りかぶってきた。この男、なかなか有猛で倉庫も危うく見えたが、逃げると見せて急に膝をつき、後ろへ投げつけて見事、同義にしてようやくほふった。利点は、その間に駒を飛ばして、賊の大将、皇将を馬上で生け捕りにした。 もう一名の俗将、鍵の方は、二三百の手下を連れて、かつ葉の包みを一目散に逃げていった。すると、突然、一方の山間から、旗印も何も持たない変な軍隊が、わっと出てきた。その真っ先に立った一名の創始は、にわに道を塞いで、 鍵を馬から蹴落とした。もんどり打って馬から落ちた鍵は、うぬ、何者だと、槍を持ち直したが、宗子はいち早くのしかかって、鍵を縛り上げてしまった。鍵についていた続兵は、恐れをの,のいて皆、宗子の前に降参を誓った。宗子は、 自分の手勢と後人を合わせて、意気揚々、元の三冠へ引き上げていこうとした。こんなこととは知らず、鍵を追いかけてきた暗い天意は、それと見て、待て待て俗称の鍵をどこへ持っていくかこっちへ渡せと、創始へ呼びかけたが、創始は頷かないので、 たちまち、両友の間に、流城古白の一騎打ちが起こった。五。この宗師は一体何者だろう。悪来天意は戦いながらふと考えた。俗称を生け取って、どこかへ拉していこうとする様子から見れば、俗ではない。と言って、自分に歯向かってくるからには、 決して味方ではなおさらない。待て、ね、アクライは矛を引いて叫んだ。無益な戦いはやめようじゃないか。貴様は黄金族の残党でもないようだ。俗称の鍵を我らの大将、曹操様へ献じてしまえ。さすれば一命は助けてやる。すると、 創始は交渉して。曹操とは何者だ。何時らには大将か知らぬが、俺たちには何の恩講もない人間ではないか。せっかく自分の手に生け取った鍵を、縁もゆかりもない曹操へ献じる理由はない。己一体、どこの何者か俺は、証券の虚長だ。賊か老人か 天下の農民だ。うぬ、土民の分際でそれほど俺の生き取った鍵が欲しければ、俺の手にあるこの宝刀を奪ってみろ。そうしたら鍵を渡してやる。悪来天意は、かえって巨巨のために愚弄されたので、劣化のごとく生取った。悪来は、 諸手に二振りの矛を持って、隆々と使い分けながら、再び切ってかかった。しかし、巨著の一件はよくそれを防いで、なお反対に悪来をたじろがせるほどな余裕と鋭さがあった。でも、悪来はまだかつて自分を恐れさせたほどな強い敵に出会ったことはないとしていたので、この男、 味をやるなぐらいに、初めは見くぐってかかっていた。ところが、国々形勢は悪来の方が悪くなった。悪来が疲れ出したなと思われると、がぜん、巨巨の勢いは増してきた。これはと、悪来も本気になって、生涯初めての油汗を絞って戦った。 しかし、巨著は豪も乱れないのである。いよいよ、有毛なわめきを発して、一伝、また一戦。その健康は、幾度か悪くらいの貧発をかすめた。こうして、両友の戦いは、辰の国から馬の国にまで及んだが、まだ勝負がつかなかったのみか、 馬の方が疲れてしまったので、日没とともに勝負なしで引き分けとなった。曹操は後から来てこの勝負を高地から眺めていたが、そこへ悪来が戻ってくると、明日は偽って負けたふりして逃げることにしろ。と言い含めた。翌日の戦いでは、 曹操に言われた通り、悪来は三十号も矛を合わせると、にわかに巨蝶に後ろを見せて逃げ出した。曹操もわざと軍を五里ほど引いた。そして、いよいよ相手に木をおごらせておいて、また次の日、悪来を陣頭へ押し出した。巨蝶は彼の姿を見ると、 逃げ上手の卑怯者め、また証拠にもなく出てきたかと、駒を飛ばしてきた。悪来は、慌てふためくと見せかけて、味方へは、かかれかかりと下ちしながら、自分の身真っ先に逃げ走った。ああなれ、今日は逃がさん巨帳は、まんまと曹操の術中へ踊り込んでしまった。 およそ一里も追いかけていくかと見えたが、そのうちに、かねて曹操が掘らせておいた大きな落とし穴へ、馬もろとも、どう、と、転げ込んでしまった。それとばかり、四方から駆け現れた伏兵は、穴の周りに立ち争って、巨鳥の体をめがけて、熊手や鍵棒などをめちゃくちゃに突っ込んだ。 罠にかかった巨女は、たちまち曹操の前へ引きずられてきた。六。まるで、材木か猪子でも引っ張るように、熊手や鍵棒でワイワイと兵たちが巨女の体を大地にずって連れてきたので、馬鹿縄目にかけた人一人を捕まえてくるに、なんたる葬儀だと、曹操は叱りつけた。 そしてまた、武将や兵に。貴様たちには、およそ人間を見る目がないな。死を偶する情けもない奴だ。早くその縄を解いてやれ。と、案外な言葉であった。それもそのはず。曹操は、この巨巨と悪来とが、火花を散らして、夕方に迫るまで戦っていた一昨日のありさまを、 とくと実験していたので、心の内に、これは良い創始を見出した。と早くも自分のばっかへ加えようと木算を立てていたからであった。曹操から、俺の敵、と睨まれたら助からないが、反対に彼が、この男は、と見込むと、その長寓は、 どこの将軍にも劣らなかった。彼は死を愛することも知っていたが、憎むとなると憎悪も人一,一倍強かった。巨著の場合は一目見た時から愉快な奴と惚れ込んで、殺すのは惜しい。何とかして進化に加えたいが、と考えていたものだった。 彼に席を与えろ。と、曹操は、ひっ立ててきた部下に命じ、自らよって、巨著の眺めを解いてやった。思わぬ恩情に、巨著は意外な勘に打たれながら、曹操の表を見守った。曹操は、改めて彼の素性を尋ねた。昭賢の生まれで、巨著といい、 あざ名は中高というものです。これと言って今日まで、人に語るほどの経歴は何もありません。なぜ山歳に住んでいたかといえば、この地方の族外に災いされて、私どもは安らかに濃厚に従事していられないのみか。職は奪われ、命も常に危険にさらされています。で、ついに、 一村の老養や一族を引き連れて山に鳥手を構えて族に反抗していたわけです。巨長はそう告げてからその間にはこんなこともあったと苦心を話した。族軍の襲来を受けても自分の抱えている部下は善良な土民なので彼らのように武器もない。そこで 常に鳥出のうちに小石を蓄えておき、賊が寄せてくるとつぶてを投げて防ぐ。自慢ではないが、私の投げるつぶては百発百中なので、賊も近頃は恐れをなし、あまり襲ってこなくなりました。また、ある時は、鳥出のうちに米がなくなってしまい、 何とかして米を手に入れたいと思うと、幸い、二頭の牛があったので、賊へ交易を申し込みました。すると、賊の方ではすぐ承知して米を送ってきましたから、即座に牛を渡しましたが、賊の手下が牛を引いて帰ろうとしても牛はなかなか進まず、途中まで行くと、 暴れて私たちの取りへ帰ってきてしまいます。そこで私は、二頭の大牛の尻尾を両手に捕まえ、暴れる牛を後ろ歩きにさせて、賊の田室の近所まで持って行ってやりました。すると、賊はひどくたまげて、その牛を受け取りもせず、翌日は、ふもとの田室まで引き払って、どこかへ立ち退いてしまいました。 ははは少し自慢話でしたが、まあそんなわけで、今日まで一尊なものの命を、どうやら無事に守ってきました。けれど、気分の力で俗を相当してくれれば、もはや私という万人を失っても、村の老養は田畑へ帰ってくわを持てましょう。 思い残すことはありません。将軍、どうか首をはねてください。巨鳥は悪びれもせず、終始笑顔で語っていた。曹操は死を与える代わりに恩を与えた。もちろん、巨鳥は喜んで、その日から彼の進化になった。